明けまして、おめでとうございますと橋がいてる。新年明けましておめでとうございます。2018年、明けてしまいました。2018年が。どうも皆さん、お久しぶりでございます。お久しぶりじゃない、お久しぶりじゃない。動画結構上げてるし、年末年始。どうもアザラシです。いやー、明けましておめでとうございます。宮城道夫さんの春の海というね、 BGM に合わせて新年っぽい感じで始めております。何、まあ何やってんだって、まあ分かるわな。タイトル出してるから。アザラシだ、あ、なんか書いてないや。第3回アザラシアナリティクス。また。これ書くともう、自動的に手が下の棒書いちゃって、年になっちゃう。新年の年の字書きすぎた。何回かやっぱりこれ。ね。取り出し。取り出しじゃねえ。蔵出しで出してるから。全然無編集で、無加工で出すのが、なんか、パターンなんだけども、何回か撮ってる。何回か撮ってこれに挑んでますね。あ、失敗したみたいな。あ、喋り失敗したみたいなことやってね。だんだんとうまく喋りがうまくなりながらやっております。アザラシアナリティクスの第3回でございます。明けましておめでとうございます。明けおめってこう書いとこう。これサムネに使っていくから。このごちゃごちゃっとしたのサムネに使っていくから。はい、やっていきます。ね、あ、もう一つ言うとこう。これあれです。初日の出っぽく見えるけど、実は、夕日です。はい、どうでもいいね。どうでもいいね。やっていきましょう。まずダッシュボード。ダッシュボードっている？いらないよね。ちょっといいかったなってことは、ね。スーパーマグネチックニューニューの再生数が伸びてて、しかも2つも高評価をつけてくれる人がいた。2人もかな。嬉しくない？これ。嬉しくないですか？あのスーパーマグネチックニューニューを評価してくれる人が2人もいる。嬉しい。まあ。すげえささやかな喜びだよね、これ。年末にさ、結構バーチャル YouTuber の動画とか見ててさ、それこそ未来あかりの生放送ちょっと見てましたけど、急上昇ランキング1位になったりだとかさ、5万円とかの投げ銭が投げられてるとかさ、そういう世界からするとさ、たった2個この高評価ついたことなんて、もうほんと、ねえ、毛虫の毛ぐらいの毛が一本揺れたのかみたいな、そんな感じの動きだけど、でもそれでも嬉しいよ、やっぱり。幸せってのは自分の物差しなんですね。だから嬉しい。いやーね、バーチャル YouTuber も面白いですね。世界が面白い。これから来ますね、あれは。 YouTube 設計していきますね。それ考えてね、やるとね、バーチャル YouTuber がゲームの実況とかしてるんですよね。勝てるわけない。あんな可愛い声でやられてるのにさ、ねえ、勝てるわけがない。しかも最新の面白そうなやつらをバシバシ編集してさ、バンバンこうね、ここの辺にさ、文字とか字幕とかついてさ、勝てるわけがないでしょうが。はい。でも、コツコツやっていく。待って、推定収益は後でいく。でもさ、ああいうバーチャル YouTuber の動画にしてもさ、アナリティクスやってほしいよね。アナリティクスやってほしい。再生時間がどうなったのか、ね、視聴時間がどうなって、推定収益いくらになったのかとか見せてほしいよね。見せられないよ、きっと。これきっと万とかになってんだよ。1万ドルとかになってんだよ。驚くわ。さあ、やっていきましょう。自分の方をやっていきましょう。このしょぼい、アナリティクスやっていきましょう。2017年の12月分ということですけども、やっぱ焼き付けが強かったですね、再生時間で見るとね。上位やっぱ再生時間見るとやっぱ焼き付くになってます。視聴回数見てみるか。これもやっぱ焼き付くですね。モコモコのがもう検討してますけど、謎のモコモコのが、これはね、なぜかずっと再生されるんですね。不思議ですね。まあいいでしょう、こんな感じでした。であとね、12月ちょっと嬉しかったことといえばですね、チャンネル登録者数が増えたんですね。6人で今33人です。まあなんだろうね、それこそバーチャル YouTuber の世界じゃないけどね、10万とか100万とか50万とかそんなことをさ、ね、目指してるところからするとさ、たかだか33人のところから6人増えて33人になったなんてことはもうね、
小さい話ですけどもね、こんなカソカソのところでやってるとやっぱり6人でも嬉しい。この調子で増やしていきたいですね。100人ぐらいまで行きたい。100人ぐらいまで行きたい。目標小さすぎるな。1年で100人ぐらい、いや無理だ。無理か。1月で6人、12ヶ月で72人。1月6人のペースで言ったら12ヶ月で100人いけるか。まあそんなにうまい話はないでしょうね。でまあ高評価つけてくれる人まあまあいますね。低評価もつけてくれるんですけどね。シェムーとかなんか最近のやつはすぐ低評価ついてガクってなってますけどね。ガクシェムー頑張って撮ってるんですけどね。まあ終わりました、一つ報告としてはですね、シェムーが終わりました、長い長いシリーズでしたけども、やっとシェムーが終わった。ドリームキャストシリーズをね、ドリームキャストの実況シリーズとして上げていく中でシェムーを基軸にしてやっていこうというか、第1弾とやったのが8月の十何日に始めて、やっとこの年をまたいでやっと終わるという、まあ、長い長いシェムーという旅でしたね。終わりました。よかった。終わってよかった。そしてまあ長かったけど、やってる側としては面白かったかな。結構でも面白かったけど、でも考えるところも多いというか、見どころないというかね、ずっと喋るけど言うほど喋るを拾える場所もないというかね。それは自分の実力不足だな。トーク力がもうちょっとこう向上して、どの場面でも面白いなんか小話ができたらいいんだけど、そこまでのやっぱ、落語家じゃないかなと言い訳するな、やっぱりな。落語家は言い訳だな。どの場面でも面白いことを言えるように心がけなくちゃダメですね。生地結構喋りはこなれてきてるはずなのに、バツナギができるほどの喋りのトーク力はないっていうのはまだまだっていうことですね。で、そうですね、アナリティクス、推定収益見ていっておりますけども、12月分結構ね、面白い。ここら辺がね、高値で安定してるというかですね、あ、音楽切れた。本が今回クラシック名曲サウンドライブラリーさんからお借りしております。こうフリーなんでね、でみんなぜひとも使っていってください。クラシックはね、昔からこのサイトを使ってる。ない曲はないぐらいクラシックの曲がありますね。さあ、でまあ月始めよりも月後半、12月後半の方が上がり目というかね。あともう一つ特徴としては、こう見てね、下についてる日があまりない、 0.00 の日があまりないというかね。だからどの日もまあなんかアクセスして見てくれてた人がいるというのがちょっとね、多分この辺がすごく落ち込んでたんだと思うけど、自分のなんか調子のバロメーターみたいに推定収益が動いてるね。で一つポイントだったのが、今までずっとこの焼きつくのイチローのやつが再生数、収益が稼いでたんですけど、今月は焼きつくのパート1とベイスターズ対ホークスの日本シリーズを記念してあげた動画、最初はあんまり伸びなかったんですけど、ここに来てバンとこう、多分ここに上がった日に多分これの影響だと思うんですが、上がりましてですね、まあ上げとくもんだなという感じですね。これまあ今だから振り返って言えるけれども、面白い動画です。作成したのが10月30日で、公開したのが11月4日でっていう感じでね、3勝1敗ぐらいで3勝1敗ぐらいでホークスが勝ってて、でこのままもしかしたらホークスが一気に勝つかなっていう時に撮ったんですよ。4勝したら日本シリーズで終わりだから、だからそこから3連勝じゃないと思うけど、2勝3勝1敗ぐらいの時に、2勝1敗かな、 2連勝してかな。ちょっと詳しいのあれ忘れたけど、とにかくもしもベイスターズがそのまま負けてしまったら、この動画撮ったはいいけれども、作成したのは10月30日ですけどもね、撮ったはいいけど上げられないかなと思ってたんですよ。もしもその日本シリーズって言っても決着ついてたらこの動画上げてもしょうがないかな。でもギリギリ5000、6000ぐらいまでもつれ込んで、で上げることができたっていう動画なんですけども、その日上げた日にのスコアが同じなんですよ。日本シリーズの第6戦とスコアが、結果も試合の決着の仕方はちょっと違うけども、さよならでね。なんでね、
ちょっと運命的な動画です、実は。おすすめ。ちょっとおすすめ。ね。スコア同じで、さよならでって。なんか、しかも撮ったのは結構前なのに。面白いことになっております。もしも興味があるならぜひ見ていただきたいなと思いますね。はい。で、まあ、あとは、清宮の動画上げました、12月。これね、もっと伸びると思った。けど、まあ、こんなもんかな。まだパート1だけなんでね。で、これは、月ごとに、徐々に、月ごとに、野球つくないの時間に合わせて、徐々に上げていこうと思うんで、まあ、ペースは遅いかなと思いますけども、1月をまあ、1つ2つを上げようかな。1つかな。ひたしたら1つになるな。つなげようかなと思っております。でですね、1つ悩みがあるのはですね、まあ、こうやってお金、一応収益化してるじゃないですか。なんで、できたらここで AMV 消したい。ここのロゴ。出るんですね、やっぱり。フリーソフトを使ってるから。これなくなると、これがあると、なくなるとじゃない、あると、役つくの動画上げた時に、ここにね、打率が出た時に被るんですよ。被って打率がよく見えないって。清宮動画にしようと思ってるから、おそらく清宮の打率はここに出るんですよ。その時にここで打率が見えないっていうのはね、ちょっとよくできんじゃねえかなと思い始めて。2000何本払ったら消せるんで、全然遠い。トータルでもまだ。今年2017年でいいか。今年じゃないけどね、去年なんだけどね。まだ今年になっちゃった。で、見ても、まだ 4.35 ドルだぞ、トータルで。これおかしい。なぜか 0.5 リキャリパーって言ってなるんだけど、まだ 4.35 じゃ全然遠いんだけど、2000円とかに。でもやりたい。でも消したいんですよね。悩んでます。清宮動画上げるんならね。ロゴない方がいいからね。悩みですね。いろいろ。もしもお金があったらみたいなこと考えますね。これをなんか、小銭稼ぎにしたいのに YouTube 動画上げてるのに、逆に投資の方が先行するんじゃないかなって。マイクも欲しいんですよ。マイク、安いマイク使ってるんですよ、これ。エディオンで買ってきた安い3話サプライの、多分1000円ぐらい、1000円もしなかったかもしれんな。そんなふにゃふにゃのマイク使ってます。にマイクガードって言って、音を遮断するのが必要じゃないですか。ボフってなったりするから、息が吹きかかったりしてね。それはまあマイクガードないから、マイクの先端に、お守り、神社とかでもらうお守りをくっつけてます、無理やり。うん。これ、お守りをこう、かぶせると、いい感じにイヤーガードになる。マイクガードなんですね。風圧を防いでくれる。これ、おすすめのやり方。貧乏臭いけどな。でも、ちょうどいい、布のやつでかぶせるのちょうどいいの、これしかなくてさ。いや、いいの思いついたなと。個人的にはね、自分の今の音、声、まあいいかなと。これでいいかなと思うんですけどね。安くてね。安くて、まあこれぐらいの音ならまあ悪くないでしょと思うんですけど。なんかアマゾンで見かけた1万円ぐらいのね、マイクがね、マイクのところにイヤホンジャックがあって、そこで音を拾いながら聞けるっていうのを見かけて、しかも集音性が、単一指向性だから、外の音はまあ拾わないし、音もいいしってんで。うわ、欲しい。9900円ぐらい。ちょっとこの投資は回収できんみたいなね。ここでのこの投資は回収できん、このマイク実況にしか所詮使わんというのにっていうね。先行投資も大事なのかもしれんな。なんかそれこそまたバーチャル YouTuber の話に戻すけどさ、その動画をね上げるにあたって6000万円だから借金をして、ね、技術力と技術者と人件費とね開発費とっていう風にして、面白いことをやろうと思う人はそういうふうなことをするのかなみたいなことを考えたりもしますけども。はい。いや、いいだけ喋ってますね。喋ってないことないか？ないかな？ないかな？中外で、まあ、12月分 1.65 ドルでした。ててん。まあ、悪くねえな。悪くねえ。また音が。まあ、悪くない。いい感じでしたということですね。12月いい感じでした。この調子で上げていきたい。ただ、何上げていこうかなっていうの特に決めてなくて、CM 終わっちゃったんでね、何上げようかなっていうの特に。ソニックアドベンチャーとかもいいなと思いつつね、ちょっと撮ってはみたんですけど、なかなか見どころ作るの難しいなというか、動画にね、やっぱりお金かけてもいいのかなと、お金に時間かけてもいいのかなと思うんですけど、一人でやってるからね、一人でペース大事かなと思うんで、
ここにコメントをつけたりとかさ、でんとなコメントコメントないわ、字幕をつけたりとか、うまいことカットしまくったりとかしてね、一つずつの動画をクオリティを上げるのも多分もしかしたら大事なのかなと思うんだけど、負担が上がるのもまだ良くないかなと、自分への負担が増えるのも良くない、言い訳かな、言い訳なんかな、まあいろいろ考えてはおります。次何あげようかなっていうのがまず一番の問題ですね。シェンムーがずっと根幹にあったから、まあ、桜大戦あげます、多分。桜大戦1からね、徐々に上げていきます。1から4までディスクは持ってるので、うん。上げていこうかなと思います。CM よりは見どころが作れるかな。と思います。はい。はい。うん、こんな感じだね。あとリアルタイムとか、一番怖いリアルタイム。一番怖いリアルタイム。ウィッ。これね、結構見るの楽しい。毎日結構見るの楽しい。リアルタイムだと、48時間とか、60分間とかで見れて、誰が再生したのかなっていうのが分かる。自分が再生したのも多分入ってるんですよね、これ。多分。うん、と思うんですけどね。まあなんか、まあよく分からない。自分が再生したのが入ってるんだったら、こういうところで出てくる、どれだったかな、忘れたけど、チャンネル登録者、あ、数かこれ、誰が再生したのかっていうので、ユーザー層、まあいいや、怖いのはなんか見せちゃいけないものが見えたらいけないから、こういうとこ、まあこうやってリアルタイム見るの楽しいんです。誰が見たのかな、誰がこの2日間の間に誰が見たのか、どれくらい行ったのかな、みたいな、どの時間帯に伸びてるのかなと見るの結構楽しくて、起きてから日課になってますね、リアルタイム見るのが。ただこの年末年始あんまり伸びてないですね。あんまりボーンっていってないですね。なんかここだけ、ここだけ、この時間帯がフィーバーしてるけど、でこうやって推定数48時間系で見ると、まあ、マグネチックニューニューが再生されてるなとかね、で焼きつくが意外に伸びてるなとかね、見れるんですね。こんな感じですね。うん、こんな感じです。またゆるゆると上げていきます。1月もね、ちょっと忙しくなるんですけどね、1月は。勉強とかね、あと、これは内情だな。うちの中にガキンチョどもが、ガキンチョどもが増えまして、家の中をバッコするガキンチョどもが、1月からなんかずっといるらしくてね。夜とかに動画撮ってて、なんか邪魔されたらやばいなと思う。深夜とかにこっそり動画撮ることになるとは思いますけどもね。まあ、勉強もありつつ、そういうの邪魔もありつつ、なんとか上げられたらいいなとは思います。取りだめも増えるかもしれないけど、そこは我慢してね。トミキャストの動画を、トミキャストのゲームを上げていくっていう目標のためには、多少の、多少のなんかこう、強引さは必要。強引さっていうか、なんだろう。無理くりで多少クオリティー、いやね、クオリティーが良くても上げるとは言わない。いいクオリティーのものをね、撮って、そうか。少ない時間で撮ったのをしっかり加工してあげればいいのか。食材が雑な食材でも加工すれば美味しいのもいいの。コーラの薄葉もりちくんにゅんの第4回でちょっとコメントを字幕つけたりしたり、いろいろ試験的に試してみたんですけども、こういうのを上げていった方がいいかな。うん。まあ、チャレンジですね。はい。おぉ、20分になっちゃった。よくないな。アザラシアナリティクスの時間はできれば15分くらいで収めたいという目標があるのに、20分も喋っちゃいました。まあ、新年ね、皆さん、いろんな目標を持ってやっていきましょう。こっちの動画に戻そうか、また。ね。ね。2018年です。まあ、いろんなことにチャレンジしつつ、自分はなんかあんまり今年は運勢良くないらしいので、飛躍の年にはならんでしょうけど、コツコツとやっていきます。コツコツと動画を上げてね、全然再生数伸びないとかそんなことになるんだろうけども、それでもね、コツコツやっていこうと思います。皆さんもね、2018年頑張っていきましょう。ということでほなまた。